はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、4章のスタートです。で、最初は角度を求める問題4問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1番ちょっと赤が入ってるんですけど、これ見やすいように書いただけなんで気にしないでください。ちょっと Y がね、見にくいかなと思って赤にしてあります。で、まず、スタートなので若干詳しく説明していくんですけど、角度を求める問題って、テストでよく出てきますよね。で、得意不得意はもちろんあると思うんですけど、苦手な方、まず練習の仕方があって、このね、解けるももちろん大事なんですけど、その分かる角度、例えばこれとかだったら、ここの角度分かるよね、ここ分かるよねとかいろいろ出てくるんですが、それを例えば X を解くためにその角度使わないかもしれないんですが、分かる角度どんどん書き込んだらいいです。最初練習の時で実際やってみたら、うわ、こことか全然使わないじゃんみたいながあるんですけど、その角度をいっぱい書くことによって、例えばね、いろんな経験をしていくと、この問題の時は、あ、ここの角度が必要なんだよねっていうのがだんだん分かってきます。で、そこまで行くためには、ひとまず分かる角度をどんどん書き込むっていう癖をつけるのがすごく大事なので、苦手な方はね、やってください。得意な方はね、もう頭の中で組み立てれると思うので、それは必要ないんですが、参考にしてみてください。じゃあ1番行きましょう。で、最初なので若干詳しくやります。特に分かる方にとってはね、スキップしてみてください。で、角度を求めるとき、いろんな知識というか、いろんな技もあるんですけど、まずね、よく俺がお隣さんっていう言い方、ちょっとね、なんか子供っぽい言い方をするけど、学校で言わないでね、絶対恥ずかしい思いするから、それ。これ消しちゃったよ、ちょっと待って。まっすぐの線があったときに、例えば、もちろん突っ切ってもいいんですけど、こういう風に、例えばまっすぐの上を角度を2つに分けるじゃないですか。そのとき、例えばじゃあこっちが、ごめん、150度だとします。で、よくこれ、お隣さんっていう言い方をするんですけど、こいつの隣にいるこいつ、ここの角度っていうのは、必ず180からその隣にいる150を引いたものになります。なぜなら、まっすぐの上っていうのは180度だから、ここ。つまり180から150引いた残りがここになりますよっていう、お隣さんの出し方なんですが、で、これはですね、角度を求める上ですごく使えます。ね、このお隣さんなんていうことは使わなくていいんですけど、例えば1番だったら、ごめん、ちょっと赤に使ってるから青からいこうか。どっちが分かりやすいかな。じゃあ、あえてこっちから言っていいですか。ここです、ここの角度で、まっすぐを見つけると、まずここ見てください。ごめん、ここ、このまっすぐの上180ですよね。で、そこに150なら使ってるから、ここは180から隣にいる157を引けばいいので、ちょっと暗算しちゃうけどね。ここ23度になります。23度。で、そのお隣さんと同じぐらいよく使うのが対頂角ってやつで、×になってる時に、反対側にいるここの角度、対頂角って言います。これ同じです。必ずね。×になってる時は。もちろん、こっちの角度とここの角度も同じになります。対頂角だから。だから、今ね、この青の線と、もう一本、この真横の線、×ができてるでしょ ?23 と、ここ反対側、ここも23ですよね。対頂角だから。もちろん最初からさ、このまっすぐの上、ここになってるから180から引けばいいじゃん。でも構わないんだけど、ちょっと説明上ね、そっちから回ると回り道をしましたけど。で、こうなります。で、よく見ると、Y のところ、赤のところって、今切れてるけどさ、上のここの49と下の23をくっつけたものになってますよね。だから角度足し算できるからさ、49足す23をして、いくつだ ?72 か。72度。これで終了となります。いいかな?こんな感じでやってください。で、X なんですけど、今この青の線、こう書きましたよね。で、今、赤の部分、ちょっと赤でいこうか。ごちゃごちゃして申し訳ない。この Y のところが今72度になりました。足したからね。
で、X は72のお隣さんですよね。だからさっきやったように、180からその隣の72を引いてあげた、108度。これが X の答えとなります。でね、もちろん角度の問題だけの話ではないんですけど、特に角度に入れたことで、これ今これ自分解説やりましたけど、あと問題集とかみんな解いてもらってる時に答え見るじゃないですか。そしたら、答え合ってるんだけど、その解き方、まあアプローチの仕方が全然違ったりすることがあります。でも、あまり気にしないでください。角度の問題っていうのは解き方は結構一本道ではなくっていろんな道があります。あ、こっちもあるじゃん。この解き方もあるんだね、みたいなのが出てくるのであまり気にしなくていいです。だから待ってればいいし、あとはその、あ、こういう解き方もあるんだねっていうのを覚えてもらえば、それがまた一個ね、みんなにとって技が増えることにもなりますので、よくね、解き方待ってないとダメですかなんて気にする方もいらっしゃるんですけど、あまり気にしなくていいです。そこに関してはね。じゃあ行きましょう。2番ですね。で、これは、ま、さっきのお隣さんを使えば、例えば、ここ。148の隣なので、180から148引いて、32になります。で、ここもそうだね。71の隣になってるから、180から71を引けば、109度になる。いい。で、2個解き方紹介するんですけど、1個目。まず、こうやって分かる角度を書きました。で、三角形、ここにありますよね。こうやって。三角形の中の2つの角度が分かったら、残りの1個は絶対に分かります。なぜなら、三角形の中は足したら180になるから。3つを足すとね。まあ、内角っていうやつね。だから、全部で180なんだから、X、全部で180から、この2つ分足したものを引けばいい。で、32と109足せば141だから、141を引いて、答え39度って。いいかな?こういう風に解いてください。ただ、なんでそこに隙間開けたかっていうと、本当はこういう解き方をしてほしいっていうのがあって、ちょっとあえてね、右上伸ばさずにいきます。いいかな?ちょっとこう切った感じね。で、今さ、ここが32でしょ?で、ここわかんない X で、ここの外が71なんですよ。で、これはよく教科書に載ってるんですが、三角形の時に使える技があって、三角形、内角、内側の角度ね、1、2、3って3つあるんですけど、そのうちの2つ選びます、内角。例えば今だったら、こことここね。2つ選んだら、残りの内角ってここじゃん。余ってるやつ。それの外側、外角って言うんですけど、ここの内側の2個足したものがここと一致するんです。つまり、X とちゃんと書くんだらね、32を足したら71になるよって。で、これ32右辺に持っていけば、マイナスに変わるから、71-32引いて同じように39度って求められますよっていう。できればこっちでやれると嬉しい。この技は絶対覚えた方がいいからね。ただ、ひとまずこう段階を追ってやっててほしいので、苦手な方はまず上からかなとは思います。よし、3番行きましょう。で、よく出てくる平行線。これ平行マークね。L と M が平行だよっていう。で、平行が出てきたら、もう同位角と錯覚を使うよねと思ってください。基本的には。で、同位角錯覚に関してはまあ簡単に説明していきながらいきますけど、まあ、本編の方をね、ぜひ見てください。じゃあ、これまあ、どっか、これね、分かる角度いっぱいあるんですけど、例えば、133ここにありますよね。お隣さんでしょ?ここ。だから180から引いて133を引けばいいから、47度って分かります。で、ここ47だから、×になってるから、ここも47なんです。いい?書いとこうか。47度。で、ここの47とこの Y 実は同じです。だからこれ、計算なしってわけじゃないけど、Y は47度ってすぐ出ます。で、これなんでかっていうと、ちょっと右使おうか。まあよく出てくるやつね、平行線、平行な線があります。で、ピッてやった時に、よくまあ俺右上とか左上っていう言い方をしてしまうんですけど、右上と右上みたいな。左下と左下みたいな。この関係を同位角って言います。
同じ位置の角のね。一応やっとく。同じ位置の角度、同位角で平行な線を使ってるときはここ絶対同じ角度になります。だからこれだったら右下なんだよね、この線入れると。だから y と47同じだよっていう、いい、こういうふうに解くことができます。でもう一個付け足していくと、ここ47だから当然ここも47です。これの同位角じゃねえや、対頂角って考えてもいいし、左上と左上って考えてもいいね。アプローチの仕方は何個でもあります。で次にここ68でしょ、だからここも68なんだよね、対頂角だから、反対側にいるね。で自分だったらですけど、さっきと同じ技です。三角形がありますよね。でここ伸ばしましょう、ピーってさっきと同じように書くんだったら、三角形の内角2つ、内角ね、内側の角度足したものは残ったものの外側と同じなので、この X は68と47を足したものと同じです。使った技はこれと同じです。だから X、 ちょっとインクがね黒混ざってごめんよ、68足す47だから115度か、これで終了となります。よし、で4番いきましょう。まあ、今回4番がね一番難しいです。で何が難しいかっていうと、角度が1個も与えられてない、まあ、よく出てくるんですけど、定期テストだと1問とかねちょろっと出されるんだよね、こういうのね。でヒントが AB と AC、 つまりここ長さが一緒ですって言われた時点で、あ、二等辺三角形なんだねと思ってください。二等辺三角形で、二等辺三角形が使われたらこことここの角度が同じです。二等辺三角形の特徴ね、これね。まあ後で使います、きっと使うから、わざわざ書いてるからね。でもう一個 AD と DC と BC が同じ、これ書いておこうか。 AD ここ一緒、 DC 一緒、 BC 一緒なんです。さあここからどう崩していくかっていうと、まあ長さが同じだから二等辺三角形がいっぱいあると。で二等辺三角形はさっきも言ってる底角って言って、こうなってたらここの角度が同じなの。今このね上の三角形だったらこう角度が、あ、長さ同じなんで X とここも X になります。いいかい、ここの長さが同じだから中の絵が、下の角度の X が同じになります。でこっから何するかっていうと、この先なんだよね、この後にここが 2X ってところに持ってければ結構勝ちに近づけます。2X、 これなんでかっていうと、結局この技なの。今回三角形ありますよね、でここ伸ばします、こうやって。三角形の内角2個足したものは残りの外側に一致するから X と X 足して 2X ってなるの。ここに気づけるかどうか今回は。でもう一個、下の三角形ここの長さ同じでしょ、 2X、 ここも 2X なんです。長さ同じ、二等辺三角形だから、2って言っちゃったよ、二等辺三角形だからね。ってことは、もうね、ちょっと口ばっかりで申し訳ないけど、ここが 2X、 一番最初にやりましたね、 AB と AC 同じだからここも 2X なんです。ここでも上で X 使ってるからここも X なんだよね。まあ全体で 2X って分かればいいんだけど、 2X になります。さあこの後どうするかっていうと、今ね細かい三角形でいっぱい攻めましたが、最後は大きい三角形で仕留めます。ここ X です、ここ 2X です、ここ 2X です。三角形の3つの角度を足したら180度になるので、 X2X2X 全部で 5X だから、それが180度になるよねって。で、5で割って、X イコール36か。これで終了となります。この内角2つ足して、ね、残りの外角と一致するっていうのは本当によく使う技なので、今回そのためにちょっと集中して集めてみたんですが、ぜひこんな感じで解いてみてください。では今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回もね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。
では引き続きね、この4章を取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。